生きていかれるじゃん。ホストナンバーワンホストローランドさんみたいな。だいぶ色濃くなってるんだよ。じゃあ、どこが？いや、俺ここはちょっと興味だから人間わかんない。皆さんこんにちは。こんにちは。じゃがいことです。今日はですね、私じゃがファミリーは私しかいないんですが、女子力の強い私はですね、今日はメールを皆さんにお見せしようと思いまして、特別のゲストを呼んでおります。ママネイリストのあやさんです。どうぞ自己紹介お願いします。はい、ママネイリストのあやです。こんにちは。特別出演ですよ。YouTuber なんです。じゃあ今日はオフからどういうネイルになるか私も楽しみです。今日はね、木下と大志がいないので、ほんとすっきり心地よくやりたいと思います。ではよろしくお願いします。ネイリスト歴何年？ネイル始めては14年ですね。はい。写真でいくつなんだろうな。視聴者もいいでしょうけど。はい、あやふやに。あやさん綺麗だけどね、既婚者だから。子供3人いるから。はい、YouTube 見ればわかると思うんだけど、かわいい。男の子2人と女の子1人。戦争でしょうね。はい、毎日戦争です。はい。一人で持て余したけど。素晴らしいね、尊敬するね、年が。一回り、二回りぐらいは。何柄が一番好きですか？好きなのはやっぱヒョウ柄ですね、私も。あ、そうか。はい。好きなのは。まあ、形になるよね、やっぱみんな。はい。目に慣れてるしね。そうですね。でもヒョウ柄でも、可愛い感じのヒョウ柄だったり、うん、大人っぽいのとかもあるので、うん、また表情違いますよね、違いに。うん、なんかね、やっぱ大きさとか、はい、やっぱあのこう点の入れ加減で全然違う感じなの。はい。やっぱ表柄全部だと黒いので、いつも2本とか、はい、多くて3本ぐらい、はい、で1個はやっぱ一緒で、ね、青を入れて、うん、パターンが多いかな。ボルドーとかあんま好きじゃない。あ、明るい色が多い。そう、明るい色が好きなの、ね。まあ、黒白、はい、ゴールド、シルバーを基本的にはコッシュもそうなんだけど、はい、爪にもそのような色しか使わないのと、はい、あとは、まあ、パステルはたまに使うかな、うん、夏場なら、はい、やっぱりネイルされてると気分って違いますか？うん、全然違う、うん、私結構ね、いじくりのこういうの好きなの。あ、そうなんですね。ネイルももちろんなんだけど、まつげのカールも、はい、もう30年以上前、はい、から始めて、でも今もエクステがあるのでエクステにしてるけど、はい、意外とそういうのには敏感だったけど、女子力高いですね。ね、なんか好きだったな。いつも出張もやってるの？出張は、はい、基本的にはやってないんですけども、うん、まあ、あのお友達だったり、親しい友人とかは行ったりも。すいません、私たちお友達なんで、すいません。なので、あの、彼女のあやちゃんち行ってください。うちじゃないです。あの、ショップに行ってください。うちの YouTube のこのスタジオでね、ネイルをやってもらってもいいですね。パステル系は好きなんだけど、はい、濃い色があんま好きじゃないので、原色みたいな。うん、はい。赤、黄色、青、ああいうのを使うんですね。皆さん、ここに子供が3人いるのに YouTube 撮ってるから静かにしてるんですよ。いい子ちゃんたちですね。体力を子育てていりますよね。本当だ。特に男の子だと体使って遊ぶから、ね、だんだん言うこと聞かないんだろうね。本当ですよ。もうどんどん声が起きてますよ、ね、女の子の聞かなさとまた違うもんね。違いますね。静かだもんね、女の子の。しっかりしてるのにね、経済のやっぱり下がいるとしっかりするんだなと思って、やっぱり、ね、一人っ子は甘いのにね、まあ言い方致し方ないんだけど、はい、やっぱ親が何でも手をかけてしまうので、はい、かけられるし、一人しかないから、はい、ね、3人もいたらかけたくてもかけれないしね。だからやっぱり自然にお兄ちゃんがね、我慢したりやってあげたりとかしてくれるんだよね。同じ長男なんて全然違うな、そのことは。
大志くんを産んだ当時、産んだばかりの頃とかって、お仕事とかってどうされてたんですか？やってました。プロレスは産んでね、3ヶ月ぐらいで、すごい復帰したので、時間が短くなっちゃう、大変になっちゃうので、はい、休ませていただいて、プロレスは生まれて3ヶ月目ぐらいには復帰して、すごいですね、体力もまだ3ヶ月だと、ね、でもあんまりなんか休んでなかったので、体を休めたりとか、はい、産んですぐ動いてたし、はい、でテレビの仕事も多かったので、はい、やっぱこれ出産ということに、ね、話題になったので、はい、だから、まあ、テレビの仕事も試合は3ヶ月休んでたけど、はい、テレビとかも忙しかった。ハワイで出産するの選んだ理由っていうのが、新婚の時に一回ハワイで行った時、ああいいなと思って、気持ちが落ち着いてね、はい、なんかこう日本のゴミゴミした感じがなくて、すごく気持ち的にこう癒されて、あこんなとこで子供ができたらできて産めたらいいなとかね、はい、あと子供がここで生まれればここが子供の故郷になるから、一生こうこことは縁があるなと思ったら、はい、あここで寝たらいいなっていうふうに漠然とね、主人とね話をしてた、はい、でやっぱり自分たちにない経験をさせてあげたいなっていうのはいっぱいあったので、はい、まあハワイで産んだんだから、これから先はやっぱり英語ができて当たり前な時代になってくるから、はい、現になってると思いますしね、はい、なので大使は幼稚園から小学校3年まではインターに行ってるので、だから英語の発音はバッチリ、すごい忘れてますけどね、今ね、もう日本学校行ってるから主人もね、やっぱりその今の勉強する時期に与えるものは全て与えるけれども、はい、そこから先は自分でしっかりとした職業につき、自分贅沢に育ってるのが自分で稼いで自分でやれって、はい、言ってますね、うん、成長してからは俺は何も残さないし何もやらないというふうに言ってますね、はい、そうすると初めてこう、うん、環境の良さだったり、うん、こう感謝の気持ちだったりが出てきますよね、うんうん、そうならないと分かんないですよね。そうですよね、オフとケアが終わりました。こんなに綺麗にやっていただきました。見てください。はい、ではジェルの方を塗っていきます。でも私もネイルをね、やるきっかけってやっぱり立ちすぎてもなんか爪を考え事した爪をこうちょっと口に持っていく癖があって、なんか少しずつなんか歯で削ってる爪を削ってるような気がして、でネイルというものができて、こうネイルを始めたきっかけになって、それでやっぱもう爪を噛むことはもちろんないんだけど、やっぱりちょっとした時間にこう爪を見て癒されたいのかもしれないね。なんか爪を見るのも癖だから、なんかやっぱ爪が綺麗な、なんかちょっと気持ちがなんとかな、本当にこうキュッとするようなそんな感じを受けて、爪はなんかいつも綺麗にしていたいなと思ったんだけど、やっぱりネイリストさんの方が爪をまあ仕事と割り切ってるんではなくて、どういうような気持ちでね、ネイルをこうやってるのかな。はい、やっぱり私自身も新しくデザイン変えた時はやっぱり気分もすごく上がりますし、何回もこう爪を見てニヤニヤしてしまったりとか、はい、何度こうデザインチェンジしても毎回そういった気持ち、嬉しいやっぱ気持ちになるので、なのでお客様にもやっぱりそういったこう気持ちをお届けできたらなっていうのが、はい、一番ですね。あ、やっぱりその通りになってますよ。なんか、まあ、例えばむちゃくちゃしたことがあっても、なんかこう自分の爪をね見るとちょっと落ち着いたり、なんか違うことを考えることができるので、やっぱ落ち着くことができるのかな、やっぱね。いいな。ネイルしていないとちょっとすっぴんみたいな感じになりませんか？顔すっぴん全然平気なんだけど。皆さん結構それ
よくおっしゃられますね。本当本当裸で歩いてるみたいな感じ。もししてなかったらね。もうすぐ仕上がります。はい、出来上がりました。ありがとうございました。わー、見てください。ありがとうございました。この爪を毎日見ながら気持ちをこう落ち着かせて癒されて、なるべくうちの旦那と息子を怒らないようにしようかなと思いました。わざわざ遠いところから来ていただいてありがとうございます。本当にこの木下と大使がいないと本当にこの穏やかな気持ちでいられるのは何でだろうとつくづく思いました。今回は、私だけの YouTube になってしまってちょっと寂しい方もいらっしゃるかなと思いますが、あいつらも私内でよく撮ってますから変なの。なのでたまには一人で行きたいと思います。女子力のYouTube をまたお届けしたいと思います。今後ともよろしくお願いします。どうぞ一言。今日はありがとうございました。ありがとうございました。嬉しいです。もちろん癒されてます。ありがとうございます。ありがとうございます。また YouTuber 頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムぜひ登録してください。よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。